はい、こんにちは、まーちゃんのうまいはるです。いけおい、バーストさせた。はい、はい、ということでですね、前回紹介しましたね、ベイブレードの VS 対戦セットね、はい、こちらですね、はいはい、これね、買ってからエイシン君すごい遊んでてハマってるよね、はい、うん、あ、ごめんなさい、今日もちょっと声ダメだね、うん、はい、ということで今日はこちらとこちらですね、ベイブレード改造セットアタック&バランスとベイランチャーレッドです。こちらはベイブレードを改造するためのパーツです。そうだね、改造パーツだけどそれぞれが独立したベイブレードだね。うん、こちらがデスサイザーウィングフュージョン、真ん中がミノボルスオーバルクエイク、最後のこの青いやつがスプリガンスブレッドブロー、この3種類が入ったセットだね。あとパワーランチャーグリップがついてるってことだね。これだね、このグリップ、この部分だね。そうだね、このベイランチャーレッドは、うん、このベイブレードバーストの漫画の主人公が持ってるものだね。あ、そうなんだ。うん、あ、強力シュートが可能って書いてあるから、うん、いつもよりもすごいんだね。うん、では早速開けてみましょうか。はい、これがデスサイザーウィングフュージョンだね。そうだね、次はミノボルスオーバルクエイク、最後にスプリガンスプレッドブロー、そしてこれがパワーランチャーグリップだね。ね、すごいかっこいいね、うん、黒と赤ですごいかっこいい、うん、この前のこれだったからね、うん、かっこいい。そうだね、うん、そしてこれはベイランチャーレッドだね、うん、これは引くんだそこ、うん、紐になってるね。動いてる動いてる、うん、なるほどね、うん、で改造セットの方には説明書とステッカーが入ってますよ ね。じゃあこのステッカー貼っていきましょう。はい、まずはデスサイザーウィングフュージョンから組み立てていきましょう、うん、これね、ステッカー貼りました、うん、はい、これで完成だ。はい、次にミノボルスオーバルクエイク、はい、はい、完成しました。はい、かっこいいね。うん、最後にスプリガンスプレッドブロー、これはね、一番これはシール大変だった、うん、スプリガン大変だよ、うん、前のやつもそうだったけど、うん、これもアタックタイプだね。だね。で、ベイランチャーレッドにパワーランチャーグリップをつけてみました、はい、すごいかっこよくなった、うん、これはエイシン君がやるんですか。はい、はい、このベイランチャーレッドの威力を知りたいので、うん、前のやつで戦ってみましょう。はい、やってみましょう。パワースプリガンスプレッドフュージョン、うん、で、エイちゃんはバルキリーウィングアクセル。そうだね、よし、じゃあこれやってみよう。セット完了、3、2、1、こうしたらやるぞ。失敗してんだ、よいしょ。嘘、バーストされた。A ちゃんは失敗したのにバーストした。バカはマジか。え、そんだけパワーが強いってこと。そうだね。本当に、うん、おっしゃーと。あー、バーストさせられた、うん、強い強いでしょ。強いね、うん、だってもともとさ、こっちのさ、スプリガンスプリットフュージョンの方がさ、パワーあったの、うん、なかなかやるじゃん、ベイランチャー。はい、はい、じゃあ今度はこの新しいベイブレードを使って対決してみようか。はい、はい、A ちゃんはミノボルスオーバルクエイクでやるよ。パパはデスサイズのウィングフュージョン、はい、バランスタイプでやってみる。はい、うん、これ金だからすごくかっこいいんだよ。うん、3、2、1、オーバルクエイク、いけ。おー、強いな。パパバランスタイプだけど、あー負けた。やっぱり全然コマが今までの前方と違うね。そうだね。ああ、かっこいい。うん、こうしよう。頑張れ。いけ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 。イエーイ。Aちゃんちょっと失敗したね。ああ、じゃあパパは今度はスプリガンスプレッドプロ、うん、これでやってみる。はい、こうしよう。ああ、場外負け。よし、はい、パパはミノボルスオーバルクエイクにするよ。はい、Aちゃんはデスサイザーウィングフュージョンで、はい、やってみようか。はい、3、2、1、こうしたら。うわー、すげー、どっちが、すごい威力。パパ勝ったね。パパすごかったね、今すごい威力、あっという間にバウンドした。こうしたら。おー、すごいバウンドした。パパだけど勝てる。うわー、すごい。うおー、ミニコロスオーバルクエイク超強い。これ超強い。こうしたら。わー、よっしゃー、バウンド一撃で、たった一撃バースト。すごい、しかもまだ強力に回ってる。本当だ。はい、ということで今回はベイブレード改造セットとベイランチャー戦車。うわー、両者バーストした、うん、すごかった。すごい。
なかなか面白くなってきたね。うん、はい、というわけで今回の動画楽しかったなとか面白かったなとか思った方はぜひ高評価ボタンをお願いします。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てきますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします、はい、そしてコメントもいただくと大変嬉しいですね。嬉しいね、はい、まだまだベイブレード楽しめそうだね。はい、うん、じゃあこれからも遊んでいきましょう。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。